どうもおはようからこんばんは、殿でござる。信長の野望大使 with パープキットシーズン6長宗我部国近編最終回やっていきましょう。で、今45年の2月になりまして、いろんな名だたる武将たちを今東四国に固めました。で、さらに吉川元春も元服いたしました。でね、伊沢に天子さんいるんですけれどもね、病でねもう星1まで落ちているんですよ。彼を出すのも非常にかわいそうだしな。もう今80米寿でしょ今もうこれとなんか使うのも申し訳ないんで、ちょっと今回の戦には加えないかもしれない。というわけで宣戦布告、調略とかもう全部済ませた。で、さらに浮田家も取り込みませんかっていう話が出たんで、もう取り込みましたこれで正真正銘、残るは洲本のみで、古軍、そんな大軍で揉み消すみたいな、そんなかわいそうなことはしません。副将としてつければ副将になるんだ。こうやって、まあ、蘇合城から末さんとか、あ、そうか、吉川に養子入っていないから名前毛利元春なんだ。もちろん、国近さん出るし、浮田さんも出しますよ。松髄も出すし、つるちゃんも出す。これでいこうか。実級たちの部隊には、そうそう、彼をね、吉高を入れているんで、あとは適当工場兵器は持たせるとして、牙つけた方がいいんだ。都市空間で無兵装の方が強いとは思っていたんだかな。で、兵数に関しては、あんまり高い兵力で行ってもダメだから、これぐらいでちょうどいいでしょう。一応鉄砲もあるんだ。じゃあ、兵装は全部騎馬？で、工場兵器も全部持っている。これぐらいだったらいいんじゃないのかな。ね、迎撃してくるでしょ。じゃあ、行軍開始。出陣するぞ。あ、集結って未騎乗になってたまあいいでしょ、相手も迎撃する準備ぐらいはね、与えてあげよう。5400まで増やす。こういう通過する部隊襲えばいいのにね。四枠水軍とかあの辺使って、飽きないよ、始めましょう。大切りとかご命令を。道節の剣で、もともと千鳥っていう名前だったが雷に打たれたとか、ああいう逸話があって大切りに変えたんですよね、かかし先生お、来るな。我に続け。ストップ。よーし、ギリギリギリもちろん我々も君主将兵ですよ。いくらちょっと兵力が上だからといってねこっちもちゃんと使いますよ。で、ちなみに部隊全部足軽にしております。そうするのに時間がかかったんで、ちょっと待っていたんですよ。我が志、必ずや旗さん。もう農兵はいないですよ。あとは足らないか。まあ、やったとしても、兵糧の消費ぐらいで、もうそこはもう意味がないからな。いや、そんなこと言うなよ、サイエ。ちゃんと戦うよ、最後ぐらい。何？我々が包囲されている。
これで兵力は8500対7000。しかもけれどもね、兵力差云々よりかは質の差ですよね。こっち全部大騎馬隊だし、強さ見ておるの150とか大将130120、いやそれでも強いよ。囲まれてしまっているんだったら、あまりこの二人くっつけるのは やばいかな結局誰を置いてもまあ特に問題はないんですよ。少なそうなこっちから破ろうか。あ、おっとと何もしないところであったわ。合流してくるところを狙おう。あ、いいですね。山津波とか、ああそっちね。戦場上限も、いやここ使っても意味はないな。今回ちゃんと有効的に使ってますよ。ちゃんと相手の合流を防ぐためにこういって策を置いて、よし素晴らしい。後に続け。で我々はすぐこっちに向かって、お覚悟願います、始めよう。さすがに本体こっちですよね。早々と決着がつくとか。覚悟は良いか。みんな気をつけて。始めるぞ、ゲチよ。さあ行こうぜ。吉川さんだけちょっと様子見。掴みましたぞ。お、もう見つけた。伊賀さん。ゲチよ。あ、ちゃんと待っているのかな。じゃあもう一緒に攻めましょう。高房と吉高。止まるの動いてあげよう。始めましょうか。見捨てるとか跳躍かかったからといってね、やりたい、かわいそうな。さあ行こうぜ。別動隊は三好長慶だったか。伊賀さんがおとり挑発。あ、この二人がかかってしまった。ゲチを始めるぞ。見捨てるわけにはいかんぞ。ご命令。機動力はあるからな。始めるぞ。やりたい。罠にはかからないな。元春交代。もう出ない。そんなところに渦ミビかかったのは一部隊のみ。このままではまさか我らが。よし、おとり挑発部隊が敗れたことによって、こっちは強撃態勢を取ることができる。始めよ。命令してくれ。さあ行こうぜ。ゲチ相手鉄砲隊か。早速なんか使ってきたな。特に戦略的なものはないんだがな。どんどん蹂躙されていく。そろそろ反転しよう。皆の者、恐れるでないぞ。覚悟せよ。何かありませんか。みんな気をつけて。始めるぞ。お命令を。これほどと。後藤さんが鉄砲水にかかる。敵の居所。あとは先鋒は使わなくてもまだいいでしょう。三好さんが采配使わないしな。これほどと。お覚悟願います。次回は全国編で、ようやく全国編に地方編が。これで全部終わるんですよ。なんで全国編でラストに三好長慶をやる。行こうぜ。だからちゃんと次回はね、まっちゃんも使いますよ。敵の居所掴みました。せっかく加わったことだ。共有、いやまだ早いか。楽しもうぜ。
息のね、止めてくれよ。ここで阿多木さん、止めるよ。現在の徳島の地名ではアタケって残っているんですよね。だからずっとアタケアタケって思っていたらアタギなんだね。さあ本体はここですよ。何かありませんか。始めましょう。一旦引くぞ。攻め込め。あ、なんじゃ。ここは守るのだ。あら、用心するんだ。容赦せぬぞ。ならば嫁さんのカバー。ゲチよ、覚悟は良いか。この辺の舞台どうしようか。相手引いていくし、ずっと雨だから鉄砲使えないんだよな相手。どう出番か。なの者、恐れるでないぞ。よし、夫婦で強撃。ご命令よ。覚悟は良いか。南條が向かっていく。采配とかいい感じに入るでしょう。逃げないのなら仕方ありませんね。ここです。横槍を入れ。敵の居所掴みましたぞ。結局大将の山名助豊はそこにいて、あと残っているのが後藤さんで赤松。我が覚悟し後藤さんに大部隊が向かっていく。やりたい、前へ。まさか我らが。よし、夫婦で破った。じゃあ国近さんたちは向かおう。始めるぞ。けどよく考えれば、これで終わりってことは特に武将の能力があんまり見れないという。報告一覧とかヘルプ、昨日メニューは関係ないしな。武将の能力とかちゃんと見れればよかったが、そこら辺は申し訳ないな。いつもだったらラストを戦う前に武装能力を見ていって、今回に成長しましたよとは言うんですけどね。じゃあ残る全部隊でこうだ。やりたい前。突撃。思い知るがよい。手加減なしだ。おお、規制崩しか。それでもな。油断大敵だぜ。完全もみくちゃの状態。隙だらけだ。今は引くぞ。いや、もう逃げ場などないぞ。攻めよ。結局部隊は倒したことによって洲本って落ちるんじゃないのかな。これぞ我が部。間に合うかな。我が力よ。柿屋さんは入る。主裏切るんだ。片付けない。よし。で、武将かな。100まではいかなかったか。ああ、もう統率順でももう、いや、ここにはいるな。5位には入っている。新山の元春には抜かれている。110か、すごいな。ははは、最後になんか息を吹き返したのかな。武勇は？武勇は100オーバーいないんだ。あ、ギリ見えているな、国近。スキルは増えてはいない、42歳。知略はもちろん、わあ、毛利元就、吉川、毛利元就に天子常久に浮田直家。でも、知略で言ってもこう来るんだ。あ、同じぐらいで、吉田さん。すげえな、98まで行くんだ。内政も、こういった並び。串橋さん、すごいな。外政は？お、吉高。元春さん、元成さん、大体こうランクインするね。で、お、一条夫妻家が3位。で、吉川さん、おー、さすがに外政では国近は漏れる。木沢に抜かれているな。よし、じゃあ、じゃあ、洲本に取り付きましょう。工場兵器は全部隊持っているんで、強行でもすぐ落とせれるでしょう。あ、そっか、大筒か。そういえば、あったな。せっかくだから大筒をぶちかまして、本丸あたりかな。車とは言うが、バス的になんか本丸っぽいな。もくら攻めもできたりする？お、ここまでいけるのか。
報告いたします。ああそうか、表情ね。表情を始める。せっかく高本ちゃんが光っているんだったら、こうやって息を吹き返した常久さんで加えた直家。表情を終える。まあ、かといってかといってやることはあんまりない。鉄砲の取引、両外もな。撃って出てくるかもしれないから、じゃあ。あとやってもな、神前とかももうやらないしな。ご命令よ。ちょっと大砲打ち込んでいるよね。なんかさっきドカーンってなったし。で、モグラ攻め。ドッカンドッカンなっている。いや、わかるよ。気持ちはわかるが拒否だ。篠原さん。仲良しあたりビビってないかな。どんどんどん打ち込まれてて、ああ本丸が燃えている。いたします。ご命令よ。僕にも見ていくしかないんですよね。もうちょいで突破できそうかな。この城よーし、もらい受ける。でこれで細川さんあたりなんだろうな、いると思うんですけれどもね。年齢中で82歳がいるんだ。いや、こっち88歳か89歳もいますよ。あ、いたいた、春元ちゃんといたね。まだ32歳だったんだ。で、中国四国地方統一と相なりました。結局地方編では一番拠点数って多いのかな。結構時間はかかったと思う。結局国近さん、本拠地から動かなかったな。木沢長政、結局彼も調略で引き継いだ後、あちこち転戦して中国地方かな行ったんですよね。もっといたでしょ。アマゴさんとか毛利さんとかいろいろいたけれども、出たのは木沢長政。俺たちの戦いはこれからだ。とはいえ次回やるのは全国編での三好長慶。よし、地方編はこれで全部終わり。いや、よかったよかった。地方編としてはそこそこ長かったとは思いますけれども、長宗我部国近編は今回で終了となります。ではこれまでのご視聴本当にありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。